はい、今回展示させていただいている機械はですね、私ども豊和工業製の、路面清掃車でありまして、機械の型式名としては HF78-FH、国内では初めてフロントリフトタイプということで、ゴミを、トラックの前に詰め替えることができる。今までの機構で言いますと、すべてトラックの後ろにゴミを配置する機械が一般的な路面清掃車という位置づけになるんですが、今回初めてフロントにゴミを捨てることができるというタイプで、 HF78-FH ということを開発いたしました。で、こちらの開発コンセプトは、当然今言いましたフロントにゴミを捨てることができるという意味なんですが、そういった役割を持つことによって小スペースにおいて清掃が可能である、でゴミの詰め替えが簡単に行えるというような機構を目指して開発をいたしました。で、オプションといたしましては、フロントに、ブラシをつけることもできます。で、そのブラシをつけることによってより細かな道路も清掃することが可能となりました。我々の、新しい HF78FH ということをこれから大々的に PR させていただきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。